ファンパーティーは楽しかった。ファンパーティーはそうですね楽しかったです。なかなか交流してる前日の用ありました。そうですね、直前に、はい、あそういう前ゲームの前日のそういうイベントがあって、はい、準備とかどうですか、平らの。そうですね、でも結局岸和田に来るには、まあ、前の日から来ないと新潟から来れないんで、まあ、26日に来るっていうのは変わらないんで、そこはあんまり、はい、そうですね、でもそんなに遅くもなかったんで、そこはあんま気にならなかったです。平良の時はだいぶそんなスピード感もあって、ちょっと決勝が、そうですね、はい、ちょっと決勝はこうちょっと迷ったところがあったんで、今回はそういうのがないようにって思って、足の状態は変わらずいいと思うんで。直前にそういう確かに失敗があったとしたら、そうですね、一つクリアすれば、はい、全然見えます。3回目と3回目で早いなと思います。そうですね、こうやって1年目あの電車の入り口まで見える。やっぱなんか1年目はもう漠然と出たっていう感じ で、やっぱ年々こうグランプリを走れるっていうのを実感があるので、その辺で意識は違うかなって思います。確かに賞金の争いなんかも最後はそうですね、少し気になるというか、はい、県内ではあったから、まあ、安全ではあったんですけど。そうです、でも最後まで本当分かんなかったんで、いやいやというか、そうですね、最後の数の結果確かになっちゃったから、思った危ないぞみたいな、結構際どいところ来たんで、最後はこう余裕を持って行きたいです。体の状態も良かったです。そうですね、そこはいいんで、あとはもう自信持って気持ち的に負けないように頑張りたいです。そうですね、多分ずっと追っかけてる、若干アナトーのファンだと思うんですよ。アナトーはアナトーには今回そうですね、アナは出せるように頑張ります、はい、頑張ります、お願いします。